キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、崖っぷち選手の経過報告というところで、はい、今日は楽天編です。はい。ね。うん、楽天。はい。崖っぷち選手。うん、宮森。ああ、宮森投手。どこ行った？あんなにルーキーやね。うん、あの育成から試合官になった時のあのセンセーショナルな、はい、あの20試合ぐらい無失点だったよね。20何試合でしたね。22ぐらい。うん、でも2軍で33試合投げて 2.56 だから、うん、まあまあ頑張ってんちゃう。あ、今年1軍で投げてないのか。そうそうそう、うん、でも2軍ではまあまあですね。まあまあその最低限のところはできてんちゃう、うん。でもちょっと今リリーフもね、うん、若干防御率悪いって言ってもちょっと形できてきてるからね、うん、人はいるんですよ結構、ね、うん、順番待ちか。ちょっと危ないねまだ。そうですね、うん、ちょっと経過観察だね。ちょっとこう詰まってきてますからね、人はね。そう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 、うん、まあ、2軍の中で言うとまあそんな悪くない感じだよね、うん、なんか今すぐどうこうとかではないと思うんですよね、うんうん、でも別に崖の上にいるのは変わらない、ね、変わらない、うん、ついで滝中滝中投手ね、チャンスは与えてもらってるけどな、うん、結果出えへんね。そうですね、うん、6月29日から3試合投げて1勝2敗、うん、はい、でもどの試合も3失点以上してる、うん、4点、3点、4点、はい、ちょっと内容悪いな、うん、ねえ、5.28。 そうなんですよね、ローテーションきっちり投げてはなくて ところどころやっぱ困った時に出てくるんですけど、うんうん、今年しかも今ちょっと先発苦しい中でのね、はい、助けなきゃいけない中で、うん、ちょっとこれ継続やな。ちょっとシーズン終わってみたらそうですね、どうな、うん、まあ、でも必要な存在ではあるんですけど、うん、結構ちょっと苦しいですね。苦しいね、はい、崖の上継続だね、はい、うん、まあ、人がいないっていうところではまだね、うんうん、そうだね、ないですけど。で続いて、はい、マー君。はい、マー君。マー君は何やってるんですか。マー君はちょっと待った。楽天通からも分かんないの。私やっぱ今仙台いないからさ、一試合だけ2軍で投げてます。はい、3回3分の1。この1試合投げたのホームランいつなんだ。ホームラン1本、うん、失点3、自責2、うん、5.40 です。はい、だけです。はい、ちょっと行方不明です。そうですね、去年の10月のクリーニング手術は、うん、もう あれですか。別にクリーニングだからね。そうですよね、うん、そう、普通に復帰できる。普通に投げようと思ったら3月からできるわけですね。だって試合も投げてるからね。あ、まあそうか、そうですよね。1試合はね、うん、うん、はい、分かんないね。分かんないです、うん、で続いて、うん、野手、はい、太田キャッチャー、うん、太田選手だから、炭谷がね戦力外になって多分一本立ちできるかっていうところでの、はい、だったと思うのよ、うん、1割9分4厘、はい、微妙やな今。こう石原選手ともう2人って感じですね。そうだな、あと安田が上がってこないからね。上がってこないです、うん、でもこれだとまたドラフトでキャッチャー取るかっていう問題になるね。うーん、かもしれないですね。しかも5人しかいないから試合家が、はい、うん、で育成入れても7人でしょ、はい、これまあ1人取る可能性あるね、キャッチャー、うん、なくはないですね、うん、安田使わないからね、はい、なんでなんだろうね、うん、それなんでなんですか。それちょっとわかんないですね。夏なの、はい、2軍で2割8分3厘ホームラン6本、はい、明らかに1軍のキャッチャーより打ちそうやのにな、うん、そうですね、うん、大田よりは打ちそう、うん、まあ、石原は今いい感じでね、打ったりするけども、はい、うん、まあ、パンチ力ありますからね。それでも2割3分8厘だからね、うん、だから大田、安田の方が打ちそうやけどな、うん、使ってみようとかないのかな、うん、1軍でな、はい、しかもファーストも守れるんだ、はい、ちょ、なぜやな、これあの佐藤さん、今井さんに電話してくださいよ。うん、なんで使わへんのって言って、はい、そのたんぼは聞くやん、はい、言われへんって言ってでも、まあ、佐藤さんと今井さんの関係だったらじゃあ聞くやん、はい、それを言えない、言っていいやつと悪いやつがあるやん。あ、確かに確かにだから俺は聞きたくないんだよ、うん、あ、言えないから聞かなかったら、うん、これは俺がそう見えるとか俺の考えですとか、はい、俺の感想を言えるわけやん、うん、はい、でも聞いちゃうと、うん、事実わかるやん、はい、でもそれ言えないやん。確かに本人聞いたやつね、うんうんうん、ってなったら、はい、発言できなくなるの、うんうん、違うこと、いやこうだと思うけど、いやでも聞いた話と違うけどなってなるやん、うんうん、はい、俺何気に口堅いからね、うん、ペラペラ喋ってるけど、だから聞いたら言えない。知りたいけどな聞けるけど聞いたら言えない、うん、そうですね、うん、そこが難しいのよ。私もちょっと記者さんとかその辺に取材ちょっとします。うん、聞いて、うん、マー君とね、はい、安田ね、はい、うん、どうしてるのかとね、うん、で続いて茂木、はい、茂木はまあまあ
一軍に入れてるし代打の切り札ぐらいになってるしね、うん、去年に比べたら、うん、この前ねスタメン出ててヒット1本打ってるけども、うんうん、まあ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 、うん、去年はだから今年の安田が去年の模擬だね、うん、そうですね、なんで上がれへんだろうな、うん、みたいなね、わかんないですね、うん、っていうで上がってきたわ、うん、まあまあまあいい仕事するやん、はい、代打とかでもね、うん、そこだね、まあ、やっぱ選手起用は結構好みとかもやっぱ出てくるんですかね、うん、若干謎多いね、うん、多いですね富士選手もね去年ね2軍で3割とか打ってましたからね、そうそうそう、何よりミステリアスだね、うん、かんない、何かの力が働いてる、何かあるかも分かんないね、まあ、それは本当に分からないですね、うん、 俺たちには分からないことが何かあるのかも分からないよね、はい、私もまあなるべく取材しています、うん、はい、若干分からない、だから安泰もいないよね、うん、みんなちょっと怪しいね、まあ、茂木選手はまだ今年の感じでいれば大丈夫だと思いますよね、まあ、去年よりはマシっていう、うん、だけだからね、太田選手も出てはいますから、うん、なかなか打ててはないですけど、そこまで打率としては、うん、若干ね、うん、崖のセンス追加いい、はい、伊藤幸也あ去年ちょっとね、うん、細川同様トレードで楽天来て、うん、おーみたいななったけど、うん、若干去年の勢いが陰ってきて、はい、そうですね、で DeNA にいた時よりは出場試合数とか、うん、まあ、全部接種は上回ったんですよね、うん、でも1ヶ月以上もう一軍にいらっしゃいませんし、うんうん、内野も結構人だもんね、内野も若干いろんなバリエーションで埋まりつつあって、うんうん、今茂木が一軍に来て、うん、っていうところで黒川選手も出てきてるし、そうそうそう、だから今のベンチでいうと茂木、フランコ、黒川、山田、うん、山田遥かにがちょっと便利屋的な感じで守備と骨を守れるしに、うん、伊藤幸也は負けちゃったね、はい、で渡辺義明、うん、で田中和樹、はい、今があれか田中がキャッチャーか堀内じゃなくてね、あ、そうですね、田中高谷選手ね、うん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 、若干伊藤幸也危ないね、うん、ちょっとそうですね、ちょっと崖だね、うんうん、居場所がっていうね、うんうん、でそれに追加するとするならば、はい、そうだね、ちょっと頑張んなきゃいけないのは、うん、松井智隆、ちょっと一回炎上しちゃったからな、ちょっと今勝負どころだね、勝負どころ、居場所、うん、しかも先発がね、うんうん、ないからね、うん、若干高橋光南に俺は内角で見てんちゃうかと思うけど、あ、そうなんですか、チャンスあるからね、ここは勝負のね、はい、勝負の崖だね、うん、こう頑張ったら本当先発のチャンス出てくるし、ね、いや、そうです、そうです、うん、そこでしっかり抑えていいアピールできるかっていうところはね、嫌、うん、な記憶を引きずらないで切り替えてほしいですね、うん、そうだね、うんうん、あとまあね、武藤君のどこ行ったんだろうね、そう、武藤選手ね、いきなり開いたかと思ったらね、はい、全然上がってこへんよな、2年ぐらい前にね、うん、一時ちょっとプチブレイクしたんですけど、うん、でもそこで中島君がね、はい、出てきたらまた居場所なくなる、うん、まあそこは競争だから仕方ないけどね、はい、島内選手もね、あ、島内かけちゃん、島内かけちゃん、ガキですか、ガキやろこれ、岡島選手結構出てますよ、うん、島内かけやな、うんうん、これは島内選手の名前が聞かれないってコメントあったんですもんね、うん、嬉しいかこんなところで名前出て、逆に島内選手、5月25日の日本ハム戦からもうおらんで、そうなんですよ、うん、島内崖やな、これ追加崖やな、あんなにタイトル2年連続で取ったのに一瞬でタワマンの最上階から一瞬で崖来たな、しかもじゃあその外野が結構埋まってない、誰が結構日替わりってなってるところで、うん、若手も出てきましたしね、ちょっと危ないな、うん、中島選手もいい活躍してるしな、島内、ね、うん、伊藤、はい、ね、うん、で松井、はい、追加掛けやちょっと頑張りどころっていうね、ちょっとね、うん、残り試合見ながらね、はい、また静岡にね話していきましょう、はい。